おはようチューン。さあ始まりました、 YouTube。 ついにやってきたよ YouTube。 この時がやってまいりました、 YouTube。 ついに妖怪ウォッチ公式チャンネル YouTube が始まりました。やった。僕の自己紹介遅れました。僕の名前は YouTuber と申します。 YouTuber です。 YO チャンネルの方が YouTube、 そして僕の名前がYouTuber。 あ、覚えた地盤にはもう、あ、じゃあちょっとゲームしてみる。え、じゃあチャンネルの名前は YouTube。 僕の名前は YouTuber。 チャンネルの名前は、あ、違う違う、地盤にゃ、違う、地盤にゃん、僕の名前、違う、地盤にゃん、落ち着いて、地盤にゃん、地盤にゃん、地盤、地盤にゃん、地盤にゃん、ごめん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 。さあ早速情報の方をお伝えしていきたいと思いますが、これはもうね、第一回目やから、地盤にゃん、相当なビッグニュースじゃないとこれはね。あ、ゴン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 、あるそうです。あるね、ジマニャ。なんとですね、妖怪ウォッチの新シリーズの最新作が発売されます。その名も妖怪ウォッチ3テンプラ。発音が大事やから、ジマニャ、スーシーとテンプラやで。スーシー、スーシー、リピートしてみ、スーシー、スーシー、スーシーエアテンプ。さあ妖怪ウォッチ3ではなんとジャポンを飛び出して USA で大冒険。発売日は2016年7月16日。大事なことやからもう一回言いました、2016年7月16日発売、拍手。イエーイ。ついにジバニャンも USA 進出と。すごいね、この妖怪ウォッチ3では USA ならではのメリケン妖怪というものが新登場します。メリケン妖怪、その数なんと600体。そのメリケン妖怪を代表してトムニャンと KK ブラザーズが来てくれています。どうぞ。カモンカモンカモン、あー、かわいい、トムニャン、トムニャン、かわいい、ジバニャン、ジバニャン、ちょっと、ジバニャン、おい、狭い、おい、誰も見えん。さあ、というわけで、広い部屋にやってまいりました。さっきのだとちょっと僕、追い出されちゃったから、君たちにちょっと。頼むよ、本当に。改めまして、メリケン妖怪のトムニャンと KK ブラザーズです。コマさんとコマジロにそっくりですね、これ。違いますか？違う、の息がぴったり。ちなみにこの4人の中で誰が一番モテるの？正直な話、いや、すごい主張がみんな強いな。え、じゃあ誰が一番かっこいいの？これみんな自信ある。え、じゃあ誰が一番強いの？強いの？強い人誰？いや、すごいな。おやめろ、落ちて落ちて、分かった、すごい、ケツの力がすごいから、君たち、こうなったら誰が一番強いかっていうのをドンケツ相撲で決めよう。じゃあ最初は、じゃあジバニャンとトムニャン、じゃあ準備いい？2人ともいい？発狂、残った、頑張れ、おい、もっと押せ、おい、どっちかって、ああ、いや、なかなか、あ、でん、頑張れジバニャン、主人公やぞ、ジバニャン、ジバニャン、あー、妖怪ウォッチ終わりや、もう USA に乗っ取られたよ。ああ、ガビーンじゃない。続きまして KK ブラザーズ、行こう、発狂、残った、頑張れ、すぐ KG 色が圧倒的な強さ、 K コマむっちゃ落ち込んでる。決勝戦は KG 色 VS トムニャン。あ、トムニャンが四股踏んでますよ。行くよ、今日、残った、頑張れ、もうすごい、あ、ケンジ色が強い。ケンジ色が強い、ケンジ色の勝ち、やった、強い。はい、というわけで、ドンケツ相撲の、チャンピオンは、ケンジ色。主人公はしっかりしてよ、ジバニャン、しょんぼりしょんぼりしてるわ。ちなみにですね、トムニャンと KK ブラザーズ以外のメリケン妖怪もめっちゃいっぱいいるんです。これほんの一部だけです、もっとおるんで。はい、そして妖怪ウォッチ3では新たにレジェンド妖怪が登場します。まずスシーの方ではプリチー族の乙姫、そしてテンプラの方では勇ましい族のアシュラ、この2体が新たにレジェンド妖怪、もちろん限定妖怪として登場するというわけで、早く欲しいよ。どっちにする？寿司かテンプラ、ジバニャン、どっちにする？
寿司か天ぷら、どっち？いや、チョコ棒かい！おい！はい、というわけで今日はここまで。毎回こんな感じで楽しい動画を配信していくので、皆さんぜひ楽しみにしてください。今日はともにゃんと KK プラザーズ、本当にありがとうね。ありがとう。これから毎週水曜日と金曜日に楽しい動画を配信していきますので、みんなチャンネル登録の方よろしく。次回も必ず見て YouTube。